どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回はですね、球の曲げ方についてもうちょっと詳しく聞きたいという意見がございましたので説明したいと思います。あくまでも私個人の、意見なのでそこのところご了承よろしくお願いいたします。はい、私のイメージはですね、ペットボトル、そこの方を持ちます。このペットボトルの飲み口が体の横に来た時に飲み口がですね、だんだん前に来るようなイメージでリリースしています。横からもご覧ください。体の横に来た時から飲み口が前に行くようにターンしているわけです。はい、その時にですね、注意点としては肘から回らないように気をつけてください。体の横に来た時に肘から回っていかないようにしてください。これすると親指抜けなくてオーバーターンの原因になりますので気をつけてください。あくまでも肘の内側が体から離れないようにこの肘から下だけターンするイメージですね。はい、それでは実際にボールを持ってやってみたいと思いますのでご覧ください。はい、スロー動画になります。ターンをするのは肘から下だけになります。肘が体から離れないように気をつけましょう。しっかりと中指でボールを回せているので普通の投球とほぼ変わらないローテーションで投げることができます。中指よりも力が弱いのでボールを回しきれなくて球が外に出ていってしまいます。やはり中指と薬指の2本が入っていると一番バランスよくボールをリリースすることができます。助走をつけての投球ですが、やはり先ほどと同じように中指と親指だとほぼ普通の投球と同じローテーションが出せます。はい、やはり先ほど同様、薬指と親指だとボールを拾いきれないので、球が狙っているところより外に出ていってしまいます。中
中指と薬指だと一番バランスよくボールを狙い通り投球できます。この時に人差し指と小指もしっかりフィットさせましょう。はい、ご視聴ありがとうございます。あくまでも、私のイメージの説明ですね。ローダウンの方とはちょっと違う曲げ方をしています。私の投げ方はローダウンではないので、はい、そこのところ注意してください。また何か、わからない点ございましたらコメントなどお待ちしております。よろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方よろしくお願いいたします。次回の動画もお楽しみにしていてください。ありがとうございました。